みえこです。今日は三角形の布をたくさん縫ったショルダーバッグの作り方をご紹介します。それでは動画のスタートです。Thank you.
それでは刺繍が終わったので、ここからご説明します。ショルダーの紐を作ります。キルト綿が足りないので、このように縫いました。そこに残っている布を順番にこのように縫います。キルト綿の長さ分全部縫いますよ。長さいろいろあっていいですよ。そしたら裏布用意します。裏布も縫いました。長さ足りなかったんです。ミシンで3回ほど縫いました。自由に縫ってくださいね。そしたら布の端をこのように折って、周囲を一周縫いました。次に仕立てます。まずは1枚のトップをこのようにカットします。入れ口の部分の裏布は残してくださいね。もう1枚は縫い代を隠すときに使うので、キルト綿だけカットします。このようにね。そしてこの2枚を合わせてミシンで縫います。仕立てはとっても簡単ですよ。縫い終えたら裏布をこのように折って、またミシンで縫います。縫い終えたらまちを折ります。このように折って、折った部分だけもう一度ミシンで縫います。6センチぐらい折りましたよ。何センチでも自由に折ってくださいね。そしたら表に返して、このようにできてますから、入れ口の部分のキルト綿をカットします。最初にカットしててもよかったですね。そしてこのように折ってミシンで縫います。ここで終了して、ショルダーの紐をつける予定でしたが、ポケットつけるの忘れたので、ここからポケットをつけました。まずは表布、キルト綿、裏布を用意して、3枚をミシンで縫います。そしたら布の端をこのように折って、周囲をミシンで縫います。縫い終えたら半分に折って、縫います。ちょっとずらしておくことを忘れないでくださいね。2箇所縫ったら
この中央の位置に縫いました。それを中に折り込んで、はい、このように折り込んで、でミシンでもう一度縫います。3センチぐらい折りました。そこを一周ミシンで縫います。縫い終えるとこのようにできてますから、両サイドにショルダーの紐を縫いました。でショルダーの紐ですが、好きな長さに調整してくださいね。斜めにかけると両手が空いて便利ですよね。ですからちょっと長い紐にしました。縫い終わりました。このように縫いましたよ。そしたら入れ口が開いているので、ここにマグネットのスナップボタンつけましたよ。はい、完成です。しっかりしていて結構いっぱい入りそうですよ。ぜひ作ってくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またねー。